따뜻한 아, 아 지금 한국어로 따뜻한 뜻이 있나요? 일본어가 또 아, 따뜻한네. 그 여러분 발음이 원래 따뜻하다, 따뜻하다인데 그 발음할 때 어렵잖아요. 따뜻하다, 아, 어렵잖아 어려워요. 이거를 쉽게 하는 방법이 있습니다. 따뜻하다 하지 말고 따뜻하다, 따뜻하다 아, 이렇게 하면 돼요. 그냥 따뜻하다라고 하면 돼요. 저는 이제 집에서 여러분들 작년에 영상을 봐서 아시겠지만 우리 집에 커피 메이커는 드롱기가 있습니다. 일본에서 대롱기라고 하죠. 한국에서 드롱기라고 합니다. 드롱기. 한국에서는 초콜릿을 말하는 발음이 여러 개가 있습니다. 니본고도또 초콜렛도 시가나이죠? 초콜릿. <목소리> 코레가 표준고です. 초콜릿. 다 <목소리> 초콜릿って言うと気持ち悪いです. 뭔가 シャレたドラマのセリフみたいな聞こえ方。うん、40代の優雅なおばさんが上品でわざと言ってる感じ。なんか、なんかあんまり好きじゃないですよ、この発音。これ、ッみたいな。<laughs> この発音好きじゃない、うん。みんな多分そう思ってる。だから、標準語がこれって分かってて、こうやって言わないです。チョコって言う人もいるね。昔の人は結構。チョコレ、ートごはんさんもいて、チョコラごはんさんもいで,行こうでただ一番多いのはチョコレ、の気がします。 편의점에서 편의점 편의점 아, 콤비니나나시 네, 네. 아, 편의점. 편의점에서 편의점. 편의점. あの, 발음이 어려웠다라, 편의점입니다. 편의점. あの, 전부 무시해. 편 의とか関係ない. 편의점. 오케이. 민나 칸패키. 편의점. 편의점 오케이. 오케이, 오케이. 이네이네 스타벅스를 일본에서는 스타바, 스타바라고 합니다. 한국에서는 스타벅스스타벅스라고 하고, 줄여서 스벅스벅 코메다 코피가 아니고 코메다 커피네. 코피인 아트, 하나지나노데. 코메다 커피. 코메다 코피와 안에다 커피콩. 커피콩이피콩이 코피콩이 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 코피다이 코피콩이 코피콩이 피콩 코피콩이 피콩코피コ이피콩코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 피콩 コピコン。あー、ダメだ。今が鼻字ですよ。あの、コー、コー。コー、コピコン。あ、コピコン。日本でコピっていうときは、あの、複写するときにコピって言いますよね。それ韓国で言うと、カピです、カピ。で、複写って言いたい場合は、ボクサー。 カピーって言いますよ、カピー。でも、印刷機を使ったコピーは、だいたい韓国だとボクサーって言います。カピーって言ったらなんかイメージがパクリ。そのまま同じものを作るみたいな意味が強いので、別に印刷機に入れてピッて出すのは、複写。ボクサーのイメージが強いです。よくボクサーって言います。カピーもまあ、使わなくはないんですけど、ボクサーをよく使いますよ。この単語結構使いますよ。ドリンク、ドリンクバルカじゃないね、ドリンクバハ。ドリンク。ドうじゃなくて、ドゥ。 ドリンク。ドリンク。ドリンクオッケー。ドリンクとこの発音に慣れた方がいいよ、みなさん。ドゥお湯ってあのカップラーメンとかコーヒーとか飲める100度しぐらいの水だと、韓国はお湯をドゥーゴンムル。ドゥーゴンムル。ドゥ,ゴドゥゴーゴンムルって言うのはあっちぐらいです、本当に。ドゥゴンムル。で、普通に、別にあのシャワーするときにみなさん60度とか70度使わないじゃん40度、せいぜい43、4じゃないですか。いや、これ、ね、は、ね、温水。 コーヒーのものもお湯。で、シャワーもお湯って言うじゃん。飲むやつもお湯って言ったり。違います。温水。温水って言ったら、韓国はこの蛇口から出る温かいお水のことだけ温水って言います。で、뜨거운물って言ったら、本当に飲む熱いお水か、コーヒー用、これちょっと違います。 これ別に残念ですって言い方なんですけど、ちょっと、うん、そう、なんか悪い意味ではないです。足をよっあの、未練が残る感じです。足をよって言ったら。<music> 人が死んだ時には言えないのは、<music> なんかこう、問題を当てるときに正解じゃないとき、あ、惜しいみたいな間違いで惜しいになるじゃん。あ、ちょっと残念みたいな。そういうノリなので、人が死んだときに足ったはあんまり言わないですよ。まあ使い方によって使えるかもしれないけど。だからそれをそのまま訳すと、人が死んだのにあ足んねえよとか。人が死んだのに未練残るよねってどういう意味かというと、あ、死なないでもうちょっと苦しんで死ねばよかったのにみたいな言い方になっちゃう。日本ですよ、頭を切るらがみん死ぬがや、死ぬが。 그지 아타마 5kg 죽잖아요. 근데 한국에서 머리를 자르다로 가면 카미오 킬을 뜻이 됐어요. 아타마 5킬을 뜻이가 카미오 킬을 뜻이 됐어. 머리를 자르다. 머리 잘라주세요. 했더라고. 아타마 끼뜨 주세요. 했더라고. 아, 이해 왔구나, 씨터. 쓰 때, 죽는 사람 있나요? 진짜. 카미, 카미. 다만, 이렇게 말할 때만 효과가 있어요. 무슨 뜻이냐면, 방에 카미가 떨어진다고 말할 때만 효과가 있어요. 카미가 떨어진다고 말할 때만 효과가 있어요. それは違うって意味ね。あの、髪切る、頭切るだけです。日記書くときにこれ覚えてください。いいをする境目、좋아、좋아よ、좋습니다。うるるが来たときに、좋아へよ、좋아へ、좋아はみだ、좋아へ。へが来ます、へが。うるはへが来ます。いいがはじわが来ます。まあみんな間違ってる。これ中級上級になっても間違えますよ、これは。これは円の宿命です。